YouTube どうもこんばんは、よっぴです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、今日も元気にやっていきたいなと思ってるんですけれども、私ですね、今年に入ってから一応ベースにねチャレンジしてるんですよね。まあ、ギターもチャレンジしたことあるけど、まあ、ギターは一旦ちょっと置いといて、でこちらのベースなんですけれども、まあ職場のね、もう今引退はしてしまったんですけど、先輩にいただいたもんだったんですが、まあベースってそもそも知識もなかったし、まあそれがどういう状態かっていうのが分からなかったんで、まあ先輩それ弾いてて、まあ新しく買い替えたから、あ、まあ俺にあげるよっていうことでねいただいたんですけど、まあこれ弾いててガシャ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 音がこう鳴っちゃってたんですよ、なんかね。で俺ここのなんだ弦高っつうの、ここ弦の高さを、まあこの芋ネジみたいなんで勝手に調節したりとか したらもうなんかデタラメな状態になっちゃって、まあなんなら弦も新しいの買ったんだけど、この太い弦をなんか自分でやり直す自信が全くなくて、買ってもなんか3年ぐらい放置したのかな、その弦は新品のまま。でこれではいけないと思って、この間島の楽器さん、島村楽器さん、うん、錦糸町のところに行きまして、こちらのね調整、まあ他店で買ったものだとかね、そこと楽器屋で買ったものじゃないものでも調整リペアとかできるということで、ホームページ見まして行きました。で弦の持ち込みも OK ということだったんで、その弦と、まあ結局最初はね音詰まりっつって、なんかこのフレットが減っちゃって、このフレットが減っちゃって、その音詰まりしちゃってる場合はもうフレット打ち替えになっちゃうんで、まあ買い替えちゃった方が安いよという話だったんですよね。まあ最低でも25,000円、うん、でもいくらっつったかな、まあ、DTM やってますって言ってたらね、まあ録音とかするんだったら5万円以上のねベースがいいですよって言うんですけど、まあその25,000円でも5万円でも、まあ結構な出費だというか、まあ、そもそも弾ける気がまだ基本的にしなかったんで、ギターの時もそうだったけど、まあなるべく調整だけでいければなと思ってたんですけど、まあ全然フレットの減りとかすごい著しいわけではなくて、まあ弦が錆びてたと。で、弦高がデタラメだったと。まあそれは俺がいじったからね。うん。というわけで、ベースの方はね、無事ね、こんなこう、まあ、結構ね、フレットなんかピカピカになってですね、戻ってきたんですよ。で、めちゃくちゃ弾きやすくなりまして、で、どっかの YouTuber の方が言ってたようなものも買ったんですよね、これ。なんか、こう、スライドさせるのが多いじゃないですか、ベースって。だからね、その、滑りを良くする弦にこうね、クロスにこう吹きつけて弦だけをこうピューってこう感じで吹いてあげると滑りがブーンといい感じになるんですよね。これ驚きました。うん、使ってすごい、これわかる。うん、であとはこうボディケア、これもいいよなんて言ってたんで、これも買いました。まあその YouTuber の方が紹介してたボトルとはちょっとなんかデザインが違うんですけれども、多分今はこの商品に変わったんでしょうね。フェンダーのやつなんですけどね。でこれもね結構ね良かったんでね、なんかまとめて売ってるのもあったんで、今度はまあそういったのでもいいかなと思ったんです。まあでも届くの早かったですね。サウンドハウスさんの方で買ったんですけど、もうすぐ翌日には着きました。なのもんで、これから用品買うときはやっぱりサウンドハウスさんの方がいいのかなと思ったんですけど、あとですねピックもね、ギターピックもいっぱい持ってるんだけど、このねベース弾くのにね 0.6 ミリがいいって言って YouTube で言ってる人がいたんですよ。だから 0.6 ミリを買いました。特にこういろんなものがあったんですけど、まあこれがちょっと高かったの、170円ぐらいするのが、これは安いな、100円もしないやつだよね。うん、でまあどれもまあ買わない。でも確かにこの 0.6 ミリにすると、や硬すぎず柔らかすぎずちょうどいいっすね。この何ミリとかで選んだことないから、今まではギターピックとかはもうそもそもこういっぱいあるんだけどね、ミディアムとか、ミディアムとか、これシンっていうのかな、 T、 いや一番柔らかいやつね。うん、あとヘビーとかで選ぶんだけど、あとはもうね、これギブソンのもね、これ買って、これは50個入ってるんだよ、ね、
まあ、これもギブソンのピックだけ今こんな入れてるんだけど、こっちはまあこのこれで今まで従来のもので弾いてたものよりはやっぱり 0.6 ミリめちゃくちゃ弾きやすいです。うん、ちょっと上手くなった感じ。指弾きできませんまだここにもある通りエレキベースとかね教則本とかであるんだけど、正直これはやっといた方がいいかもしれないけどつまんないから、もうそのまま初心者でも弾けるっていうものを弾いて知ってる曲であいみょんとかを弾いて頑張ってます。毎日一回は弾こうと思って、まあ、どんなに疲れてても、まあ次はねアンプとか欲しいんですけどもね、まあギターアンプにもぶち込んでやってますけど、まあベース用のアンプじゃないとやっぱりなかなかいい低音は出ないということで、やっていって、まあ上手くなったらもうちょっといいベース欲しいなと。あ、ちなみにですねこれはですねメーカーのものはねスクワイア、プレシジョンベースプレベってやつですね。フェンダーバイフェンダーって書いてメイドインジャパンのやつ、ちょっとなかなか今珍しいものだそうです。まあ年代ものってことかな。うん、なんか不次元楽器が作ったとかなんだかってね、まあ、まあメイドインジャパンなんだね。まあその、ね、品質はまあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあこれね、まあ、表はまあいいんだけど本当はツヤがあったんですよこれで。後ろもねなんかこう削れちゃってるでしょ。これさもらった時は全然もっと綺麗だったんですよ。息子が勝手にねこれを削ってなんかツヤも落としちゃって、いやいやなんでそんなこと勝手にやるのか、もう不思議でしょうがなかったんだけど、まあ怒りましたけどね。まあ本当にいただきもんだからって、うん、まあやっちまったものはしょうがないんだけど、まあ音に影響はないからまあいいんですけど、まああとはねこんな感じで今ベース始めまして、いろいろ、まあ、ギターよりはめちゃくちゃ面白いというか、ギターでコードを押さえるじゃないですか、あの指の形今ちょっと無理。練習すればなんとかなると思うんだけど、ベースだったら一応指一本でいけるじゃないですか。まあそんな小指とかまで使えませんまだ。もうとにかく弾く練習だけ、もうなんなら右手のピックもオルタネイトピッキングっつうのこう上下はできちょっと難しいよね。ダウンピッキングね、ラモンズみたいなダウンピッキング専門になっちゃうんだけど、まあ徐々にやっていきたいなと思います。それとあと今日はですね昨日注文してYouTuber の方にねちょっと質問したらこの商品だよって言ってことを教えていただきまして、これプレイテックのですね、GSH3 っていうねギタースタンドですね。ちょっとねこれはちょっと開封していきたいなと思います。いやねその方のね YouTube をね見てて、まず初心者が、まあ、激安セットを買うのはありかどうかっていう、まあよくプレイテックもちろん見やすいメーカーで、あと何だっけかな、なんか3種類ぐらいあって、アマゾンならこれ買えるとか、サウンドハウスならプレイテックでとかっていうので、まああと初心者セットになってるものだとか、もうめちゃ安のベースですよね、1万何ぼで買えるっていう。まあその動画自体はまあ私ベース持ってるんで一応特にこういうベースでも練習はできるんだみたいな感じでね思ってたんですけど、その方が後ろで使ってたベースのこのスタンドがめちゃくちゃ便利そうだったんで、ちょっと質問でお尋ねさせていただきました。そしたらね、すぐにお答えいただきまして本当にありがとうございます。ちょっとこれ名前とか出しちゃったのはどうなのかちょっと YouTube 的に私わからないんで、ちょっとその辺の感謝のあれは出さないんですけど、本当にね助かりました。で思ったよりも高くなかったっていうか、むしろ安かったっていう。で、今使ってるスタンドって、まあ、要は、いわゆるこういう普通、なんか、どこにでもある、まあ、セット品の、まあ、スタンドですよな。うん。で、このネック部分がね、こういう風になって、まあ、当然、こう、落ちないんだけど、引っ掛けとけば、お分かりの通り、ここにね、ちょっとね、iMac の27インチを置いてるんですよ。これベースボーンって倒しちゃったらこれぶつかって絶対割れちゃうよね。で、まあ、メインで今はこの iMac は使ってないんだけど、それはやっぱり壊れたら困るってことで、安全で確実なものが欲しかったんですよ。でなおかつ場所を取らないようなね
ものは欲しかったんだけど、この足の太さとか広さはまあどうしようもないんだな。あのお店でも見たんですよ俺は。うん、これどうやってんの、あ、こうだ、こういう風にやるのか、なんか説明してたよね。あのでここでネジでしっかり締めてあげて、これのね倍するぐらいのものもご紹介していただいたんですが、あの機構的にはそんなに変わらずに、まあここの調節がネジじゃなくてワンタッチでグリップであの上げ下げできるって言うんですけど、まあ俺の場合はまあそんなに本数があるわけじゃないんで、いちいち高さ変えることもないから、あ、確かにこれすげえしっかりしてるんだけど、これどういうこと、どういう、あー、はいはいはい、こうね、なんか向きがあるのね、はいはいはい、わかりました。ちょっと謎が、このラバーみたいなのが2つですね。でこのこっち1本はなんかラバーついてないんで、こっちにここにベースのあのボディが乗っかる形ですね。で何がその急にその動画見てていいなと思ったのかっていうのは、ここのネック部分なんですよ。これこんなのがあったんだと思って、素晴らしい商品、素晴らしいんですよこれね。これ自動的に、あれなんか自動的に閉まる、どっちだ、こうか、こうなのか、こうだ、朝調整しなきゃダメなんです。まあこれこんな感じでね閉まるんですよ。要はこれをこのまま置けば自動的に閉まるはずなんだ。ほら素晴らしいねこれね。なんかずれたりしてるけど、でもすごいしっかりしてる。ほら前は結構グラグラしてたんだけど、これでうん、グッと後ろで、しかもこれ挟み込んでんだな。ただ単にこう今これ使って分かったけど、このラバーのところっていうかゴムソフトな部分がしっかりと根っこをさホールドしてる感じですね。だからねこのこちらみたいにこの中で自由に動いてる感じじゃないんですよ。これいいなマジ、本当教えていただいて助かりました。うん、特にベース重たいし、ギターに比べて大きいですしね。ギターだとそこまで、まあでもこの iMac にはぶつかっちゃいそうだったんだけど、ギターの方もね。でギターをちょっと後ろの方に置いてあるんだけど、今これもねいずれ練習しますわ。はい、こんな感じで、うん、これはもうしょうがないのかな、こういうの、このね、まあいいや。うん、ヒップ式のチューナーもね、メンテしてもらった時に一緒に買いました。まあ今も持ってるんだけど、ボスのやつ、なんかいろんなフルカラーでなんかいろんなものが表示されるんだけど分かりづらくて、一番シンプルなやつ、うん、これすごい使いやすいです。でまあこんな感じでしっかり、あ、本当に優れもの、うん、吊り下げ式なんだな本当にね。壁にもともとこう打ち込んで使うようなやつがあったんですけど、お店でもねここの部分だけみたいな吊り下げて、で、まあ、うち賃貸じゃないから別に穴開けてもまあ問題ないんだけど、基本的にはこれ石膏ボードでできてるんで、まあ、どこにその柱っていうか打ち込める場所があるか分かんないとか、まあ、調べる装置はあるんですよね、針みたいなのでね。でもそれやる自信なかったんで、もうこれはいいっすよね。だから本当はその 2x4 かなんかの木材を買ってきて、その突っ張り棒みたいな方式でそれこれを作ろうかなと思ったぐらいなんですけど、それ作らなくてもいいですねこれだったら。本当に素晴らしい神アイテムですよ。これほらすぐ取れる、ほら楽じゃん、めっちゃいいやんこれ。ほらこれだけだもん、あ、何にもあと傷つかねえし、これすごいな、素晴らしい商品ですね。はい、今日はですね、今年になってからベースを始めたよということと、あと教えていただいたねギタースタンドがねめちゃくちゃねいいと
ね、いやーもう動画で見た通りです。本当に最高ですねこれね、というね、ただそれだけの動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヨピでした。さよなら。